はい、こんにちは、チャチャチャです。今回はワールドオブウォーシップやっていきます。ワールドオブウォーシップは艦隊による海戦を扱ったオンライン海戦ストラテジーゲームです。艦隊に関しては某美少女艦隊ゲーム全盛期に好きになっただけの超にわか提督なんですが、オタク特有の早口で心を込めてご紹介させていただきたいと思います。まずこちら、グラフィック恐ろしく綺麗じゃないですか。船はもちろん海の表現や空もめちゃくちゃ綺麗です。私はパソコンで遊びましたが、スマートフォンはもちろんプレイステーション4やプレイステーション5、Xbox でも無料で遊べちゃうんですよ。ワールドオブウォーシップは艦隊系だとかなり有名なタイトルで、リリース開始は2015年の9月の17日、約10年という歴史があるゲームで、今でもたくさんの提督さんがオンライン上で遊んでいます。敵艦隊を殲滅するかエリアを占領すると勝ちです。ドーン！命中した！あーかっこいい！こんな感じで人間プレイヤーグループ対人間プレイヤーグループの海戦を行うというのがゲームの基本なんですよね。こんな感じで和、洋、中とたくさんの艦船を操縦することができます。最初はそんなに数ないんですけど、戦闘を重ねるごとにどんどんと解放していく仕組みになってます。人間と戦うの苦手っていう方は CPU と対戦を行ったりシナリオがあったりもします。ワールドオブウォーシップでは戦艦、巡洋艦、駆逐艦、航空母、潜水艦みたいな感じで、現実の艦船と同じくそれぞれ種類が分かれておりまして、他にもいろいろ種類はあるんですが、とりあえずこの5種類だけサクッとご紹介していきます。まずは戦艦、こちらが有名な戦艦ヤマト。さらば地球用のモデルになった戦艦なのでめちゃくちゃ有名ですよね。史上最大の46センチ砲を搭載した超弩級戦艦で、建造当初ではありますが世界最大の戦艦だったんですよ。広島にあるヤマトミュージアムという戦艦ヤマトにフォーカスを当てたミュージアムがあるんですが、そこでね、10分の1の模型サイズの戦艦ヤマトとか、あとは実寸大の46センチメートル砲弾とか見に行ったんですよね。そこに行くまで46センチ砲弾っていうのを数字だけで見ると大したことないのかなってちょっと思っちゃってたんですけど、実際に並んでみるとその大きさと存在感に圧巻されました。その46センチメートル砲弾を発射できる砲台もワールドオブウォーシップでの確認することができます。これ高速で飛んでこられたら私100人ぐらいは軽く吹っ飛びそうです。そしてこちらも戦艦、コンゴーです。イギリスに発注された高速戦艦です。コンゴーはワールドオブウォーシップでは最強ランキングとかによく載ってる戦艦で、高い機動力が持ち味で移動においてのストレスが少なく、装甲は薄いけどヒットポイントは高いらしいんですよ。さらに主砲は長距離かつ高火力なので、初心者が最初に目指したい戦艦と記載されてました。ただね、戦艦どれも操るのが難しいんですよね。やることが多い。戦艦はワールドオブウォーシップに慣れてから手をつけるっていうのが良さそうなんですよね。私みたいな初心者が使いやすいといえば、例えば駆逐艦。動画は島風です。駆逐艦は機動力が高く移動に長けた艦種なんですよね。島風は日本最速の駆逐艦です。魚雷数も多くて同時に発射できる魚雷数は日本駆逐艦では他に上回るものがなかったそうです。見てください、この速度めちゃくちゃ速いです。また小回りも効くので操縦もしやすいんですよね。これ水の表現すごくないですか。島の影がちゃんと水面に映っています。はい、敵艦隊発見しました。島風は艦隊自体のティアが高いので敵の艦隊もめちゃくちゃ強いんですよね。頑張ります。
狙いを定めて、いやーちょっと怖い、一旦退避します。でももうちょっとで沈めれそうなんですよね。お、味方が撃ってくれました。おー、ナイス、無事沈めることができました。ただまだまだ戦いは続いてます。次は誰を狙おうかな。 6.2km 先に体力の低い艦船がいるので、これ狙っちゃおうかな。よいしょ。いやー、これちょっと島に座れちゃったかな。一回撃っちゃうと装填まで結構時間がかかるんですよね。はい、ナイスー、いい感じです。こうやって味方と連携してどんどんと敵を沈めつつエリアを占領していきます。ゲーム性としては弾を込めるのに時間がかかったり移動に時間がかかったりするので考える時間が多めの FPS みたいな感じだなと思いました。これめっちゃやり込みがいがあると思います。いやー、ちょっと怖い。そして面白いなと思ったのが潜水艦。こちらドイツの U69 です。潜水艦はこんな感じで海の上を走ることもできますが、潜水艦なので当然ですがこのように潜ることもできます。海中も見れるんですよね。潜ったまま敵艦隊を狙って魚雷を撃つ。魚雷はソナーを当てていると追尾してくれますが、 2km より近くなると当たらなくなりますし、離れすぎてもソナーの降下時間が切れて当たらなくなったりもするんですよね。なので敵との距離感がめちゃくちゃ大事だったりします。潜水艦は初心者向けの艦隊ではないっぽいんですが、個人的には小回りも効くので使いやすいかなと思いました。そしてワールドオブウォーシップでの私のお気に入りは巡洋艦のクマです。この子は軽巡洋艦です。ヒットポイントが高くて機動性が高く小回りも割と効くので衝突しづらいです。なので私みたいな初心者には扱いやすかったです。ダーン、こんな感じで火力も結構高いんですよね。魚雷もかっこいいです。景色もねいいので、ただこうやって操縦してるだけでもめちゃくちゃワクワクします。海の表現美しすぎませんか。でね、これはね、対戦中に大砲に集中してたら後ろからね仲間に突っ込まれちゃったの図です。知らない方との協力プレイなんで、たまにこんな事故もあっちゃったりするんですよね。だからこそ面白い。で、私が使ってたクマは軽巡洋艦なんですが、軽巡洋艦より主砲の口径が大きい準巡洋艦のアタゴやモガミもいます。もうとにかくね、こんな感じで監視がめちゃくちゃ多いんですよね。もちろん日本艦隊だけではなくドイツ、イギリスなど世界の艦隊を操縦することができます。あと私のような初心者におすすめなのは航空母艦砲所らしいです。さっきまでは大砲とか魚雷とか撃ってたんですけど、航空母艦はこんな感じで空まで飛べちゃうんですよね。これで敵を見つけに行きます。敵を見つけることでね、敵の居場所を把握できるので幽霊に戦局を進めることができたりするみたいなんですよね。まあ、単純に飛んでると景色がいいので楽しいです。ワールドオブウォーシップは対戦ゲームではあるんですが、艦船が好きな人とか興味があるっていう人は船をね動かすだけでも楽しいと思うので、基本無料ですし一回遊んでみる価値はあると思います。また競技性も高いのでやり込みがいもあると伺ってます。パソコン、プレイステーション5、プレイステーション4、Xbox、スマートフォンで無料で遊べる上に、こちらの招待コードを入力すれば200万クレジットももらえるので、お好きな艦船をどんどん開放していけると思います。概要欄にダウンロードリンク貼っておりますので、ぜひそちらからダウンロードして招待コードを入力していただければと思います。ということで今回はワールドオブウォーシップご紹介しました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またおすすめのゲームご紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。
やー、またミカサ見に行こっかな。